女性起業家のゲストをお呼びして、後ほど曲の後に、いろいろお話を、していきたいと思っていますので、ぜひ、続きも、視聴してください。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンではユーストリーム、また言っちゃったな。ホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。それではここで1曲お届けします。サザンオールスターズで、真実の果実、真夏の果実だ。自分で書いて、真実の果実って。はい、こんな感じです。グダグダ。もう帰る。真実の果実なんだっけ。あれですね、ブログでは萌えさん、でも残念ながら、いやいや、こっちかね、ですよね。あ、そっか、前の事務所ですか、なんか、芸能館あ、つってもね、全然です、こんな、うん、こっち来てたんです。あれでも前も聞いたかも、あのなんだろう、ブログの写真、うん、あれがすごい本当芸能人みたいな。そうですか。趣味ですよね。そうですね、あれが妊婦写真です。そうですか。写真撮ってるから結構最近多いけど、あ、じゃああれこう写真集みたいな、データで、ああ、そうなんですね。そっかそっか。すごい。ね、私もなんか、宣伝写真も撮っても撮ってますよ。写真家さんって何十枚も撮るじゃないですか。そんなになんかいらないっていうか、撮らないとね、いい瞬間がないんでしょうけど、なんか1、2枚撮ってもらってそのどっちかでいいかみたいな感じ。本当ですか。うん、あるんだけど、でもきっと、ツイキャスってツイッター？
ントでコメントをかけるフェイスブックから、ね、埼玉県から、埼玉県から、ありがとうございます。なんかメールもたまにもらったり、あ、受信トレイ、違うか、ここはまだ来てなさそうですね。ちょいちょいコメントもらったらそれを振ったりするんですけど、振ったりも、あ、うん、こう、ありがとうございます。CM 行きます。はい、では、一生美浄土後半トークで、女性起業家のゲストをご紹介していきたいと思います。さっき、ね、サザンの有名な曲を思いっきり間違えてOKをかましました。すいません。はい、でツイキャスですね、埼玉県新座市ツイキャスで見てますということでありがとうございます。はい、では今日は、女性起業家の、カデナに焼き菓子のお店をオープンされている、UFB のお店の、萌えさんを今日ゲストでお招きしています。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめましてじゃないか。で、 でも、この番組でゲストをお呼びするの初めてなので、はい、もうありがとうございます。すごい私もちょっと緊張してるんですけど、はい、萌えさんとは、はい、何年前ですかね。3年そうです、3年前3年前ですかね、うん、ちょうど確定申告の時期に、確定申告セミナーというのを女性向けにやったんですけど、はい、その時にいらっしゃっていただいて、はい、でその後しばらくお会いする機会がなかったんですけど、うん、今ね事業が、いい感じで進んでいる時にご相談にいらしていただいて、今は会計だったりバックグラウンドのところをサポートさせていただいてるんですけど、はい、お店がねもうカデナのさっきも言ったけど赤い端ざっくり赤い端住所的にはカデナ水釜になります。はい、うんうん、お店、その、赤い羽橋、あ、だ赤い橋のぐだぐだですねあるお店で、はいはい、ちょっとこじんまりした感じの、ね、構えなんですけど、はい、本当に人気店で、いえいえ、一回私フェイスブックにUFB のお店のスコーンですって載せたら、はい、みんなすごいどこにあるのとかって言って、本当ですか、メッセ 直メッセージが来て、嬉しい、そうそうそう、沖縄ってなんかちょっとスコーンのお店多かったりとか、あ、本当です、そっか、そうそう、なんか、うん、都内、私本当にスコーンが好きで、はい、都内で結構探したりするんですけど、はい、なんか、あ、そういえばないですよね、うん、あんまり専門店って、うん、見なくってでもそうそうそう、沖縄県内でちょこちょこお見かけするので、うん、うん、すごい嬉しい環境ではありそうそうそう、そう、ちょっと今日はですね、UFB のお店の魅力をちょっと伝えていければなと思ってます、はい、よろしくお願いします。はい、そう、
で、いきなりですね、ちょっと質問なんですけど、はい、まずお店を、UFB のお店を始めたきっかけ、はい、ちょっと教えてもらえますか。はい、始めたきっかけは、うんうん、UFB っていう名前では、実は沖縄に来る前から、うん、東京にいた時から、はい、お菓子とかパンとかアイシングクッキーのお教室として活動はしていたんですね。うん、で、最初にパン職人をやっていて、うん、まあ、その後ちょっと福祉職の公務員になって、うんうん、まあ、辞めてまたお教室をやっていた時に、うんうん、311のあの震災があって、はいはい、震災の3日後かな、4日後に、うんうん、沖縄に移住することに。あれ、そうでした。そうなんですよ。そっか。そうなんです。 あの時私もう妊娠後期で、うん、いきなり主人が震災の3日後に、うん、もう沖縄のチケット取ったから今から移住するよって。あ、でももう妊婦で頭ぼーっとしてたので、ね、でも突然のことでね、もう、うんうん、あ、そっかぐらいの感じで来ました。うんうんうん、でその時、ね、はい、移住してからは、まあ、うん、出産したすぐだったので、うん、全然活動はしていなくて、うん、でももうすごく好きなことだったので、うん、まあ、家族のためとか自分のために、うん、もう没頭してパンを作ったり、うん、アイシングクッキー作ったりしてたんですよね。うんうん、そしたら、まあ、主人が、うん、もう今まで結構福祉職で忙しい、うん、人のため人のためばっかりだったから、うん、もうこれからは自分の好きなことだけやっていけばいいよみたいな言ってくれたのきっかけに、うん、沖縄でとある、うん、イベントで、うんうん、アイシングクッキーを、うん、販売したところ、うん、興味持ってくださる方が多くて、うん、またお教室という形で、あ、そう、お菓子、お菓子の、うん、お教室の形で再開して、うん、そしたら、その作ったものをブログでどんどんアップしていったら、うんうん、はいはい、県外からのオーダーがだんだん増えてきて、うん、で、あ、そうなんですね。そうそう、そして、あ、これだと営業許可をちゃんと取らないといけないってことで、うん、そのためのアトリエを構えよう、作る場所っていう感じで最初は UFB を構えました。うんうん、あ、なるほど。お店をしようというよりは、うん、営業許可を取れる場所を作ろうっていう感じで構えました。そうなんですね。きっかけがその震災で来て、そうです。そっか、もともとはこのお菓子のスキルというか、うん、その修行じゃないですけど、うん、これ学んだところって、はい、学んでました。うん、千葉と東京と通って学んでたりしました。うんうん、お菓子、そういうお菓子はで、パン職人はパン屋さんに入って、うん、職人で働いてました。あ、そっか、実際に製造、うん、販売してたことですよね。そう、たまたま、ね、住んでた場所の1階が店舗で、うん、クリーニング屋さんだったんですけど、うん、そのまだ子供が小さかったので、うん、この1階の店舗が開いたら、うん、お店開けるのにねって言って、た次の日に開いたんです。すごい、もうやれってことですよね。もうね、なるほど。そう、もうそこからが始まりでした。うん、あ、じゃあもう最初から計画してたというよりかは流れです。流れですよね。うん、沖縄に来たっていうのも流れだし、そう、そう、お店オープンするっていう目的じゃなかったのが、うん、環境が整って。そうです。すごい。で、月、うん、もう1回だけのオープンで、うん、このアトリエ開放っていうイメージで、うん、オープンアトリエっていう名前で、うん、アイシングクッキーをそこに向けて何百枚って作って、うん、その日に合わせてパンとかお菓子とか、うん、まあ、生ケーキとかを、うん、一緒に販売してましたね。うん、そうですよね。一度私見せていただいたんですけど、アイシング、はい、クッキーの上にすごい可愛いデコレーションする、はい、あれがまた素敵。もう、なんだろう、細かいことが苦手な私にはとっても素敵な。ありがとうございます。あ、
そうだったんですね、うん、そうして今の店舗になったのが、はい、が何年前ぐらい、もうその時点から改装というかしたのかな。そうです、今ずっとその場所にいます、うん、あ、そうか、元クリーニング店を、はい、その改装して、改装して、なるほど、そうか。もうすごい、番組の、沖縄本でしたっけ、はい、あの放送されたと、はいはいはい、そう、あそこで私も初めて店内を、あ、あ、店内を、はい、そう見たんですけど、本当にあの女性がこう喜びそうな、こうワクワクするような店内で、もうすごいね、ちょっと飲食スペースはね、まだ、はい、ないんですけどね、うんうん、けどすごくあのワールドが広がってるなっていう風に。ありがとうございます。素敵ですよね。そうそう、でちょっとすごい聞きたいことたくさんあるんですけど、はいはい、次、今までで一番やってて、この、はい、焼き菓子のお店をやっていて大変だったこと、うん、エピソード、大変だったことが、うんうん、実はパッとこの思い浮かばなくて、うんうんうん、多分楽しいとか、うん、まあ、嬉しいのが勝つからだと思うんですけど、うん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 、でもまあそれじゃちょっといけないと思ってよく考えてる、うん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 、どんなこと大変だったっけと思ったら、まず、はい、まあ縁もゆかりもない、うん、この親戚もいない、うん、新しい場所で、うん、まあ、お店を出せたこと自体奇跡だなと思っていて、うん、で初めてこのオーナー業をやらせていただいて、うん、まあ、オーナーであり職人であり、うん、まあ、お母さんであり、うん、妻でありみたいな、うん、この全てのバランスを取っていくところが難しかったですね。あとはもう月に1回しか、うん、あのやってない状況で、うん、あのまあ、当時はそのオープンの6時間前とかから並んでくださったりとか、うんうんうん、朝そう50名から100名ぐらいのお客様がわーっとな、うん、その月1回に向けて並んでいただいたんですね。そしたら周りの方から、うんうんうん、あの楽に仕事できていいねっていうふうにはまあ言われてたりしたんですけど、実は私の中では今このコンスタントに開けてる時よりこの月1に開ける時の方がもう一番大変でした。このまあ子供が小さくて体力的に自分自身が大変だったのもあるし、あのやっぱ月に1回買いに向けて集客していくにはこのもう全力でいろんなものをぶつけていかないといけないので、もうその大変さがもう今振り返るともうそれくらいかなっていう感じです。あ、そうなんですね。すごいその集客の仕方、多分、はい、あの女性起業家でね、やっぱりこれからやりたい、頑張りたい、自分のやりたいことを実現したいって思ってる方ってやっぱそこすごく悩まれてる方多いんですけど、あのあれですよね、もえさんのブログって読者さんがすごい、はい、今何名ですか、100、3桁、そうですね、うん、何百名かいらっしゃいますね、うんうん、はい、それ自体すごいなって思うんですけど、その集客での苦労がやっぱりあったっていうことですかね、お客様を、うん、まあ、ブログ見てくださってる方は、うんうんうん、まあ、1日なアクセスは何千って見てくださってるんですけど、うん、でもその方が皆さんこう足を運んでくださる方では、ね、遠くにお住まいの方もいらっしゃるし、あの、そう思うと、うん、あのまあ、何か魅力的な何かがなければ、うん、あとは、うん、あのお店の商品全部じゃなくてもどれか一つでもお客様が大好きになってくれるものがあったりとか、なんかそういうポイントは考えながらやってました。季節に応じてちょっとイベントに合わせてお客様が飽きないようにとか、その辺は考えてました。あ、そっか、はい、やっぱりあの物自体が良くないとどんなにねこう頑張って集客しても、はい、お客様ってこうまた来てくださらなかったりすると思うので、はいはい、そういう意味でそのファンが
多いなっていうのを、はい、私も一ファンなんですけど感じました。嬉しい、私もファンです。先生嬉しい、ありがとうございますここでツイキャスでもすごいですね、はい、すごいやりたいという針が振り切ったら汗する、心底は素敵、あ心根は素敵、いろいろ今ツイキャスいただいてるんですけど、すごいね。あ、UFB 何の略ですか？これ、ね、これはい、あのこの電波に乗っけて言っていいのかって感じなんですけど、うんうん、あの英語の頭文字で、うんうん、アンダーフィールドベイクドの略なんですけど、うんうん、私あの名前が下田って言うんですけど、うんうん、下に田んぼの田で、あの下田が焼いた。もうなんかそれあの山崎製パンみたいな、下田製パンみたいななんか UFB って聞くとすごいあの、うんはい、意味が隠されてるんだろうなっていう感じそうです、する全然丸見えです。いやいや、もうそのねシンプルな感じがそうそう。あとですね、ツイキャスでいただいている、うん、人のために頑張る女性は美しい、来てますね。ありがとうございます。BVL ガリさん、はい、あブルガリさんだはい、すいません、もう横持ちダメですね、はい、そう素晴らしいですよね。本当になんかあの自分のその世界観をお菓子を通して表現しながら、うんはい、それをあのお客様とこう共有し合ってるなっていうなんか、はい、ただこう美味しいお菓子を焼くっていう感じの、うん、イメージじゃなくて、うん、もっとその、うん、付加価値をお客さんに与えている、はい、そのアイシングクッキーだったりとか、はい、そのお客様が喜ぶような感じをいつも与えてらっしゃるなってすごく思うんですけど、はい、今後の UFB のお店のイメージ、はいはい、そうですね、うん、いつもあのまあ直近のイメージとか、うんうんまあ、1年後5年後10年後、うんうん、イメージは持ってるんですけど、うんうんまあ、まずはあのちょっと移転を今、ね、あそうですよね、しないといけない状況で、はい、うんうん、あの移転の場所を考えて探してます、うんうん、で、まあ、そこが落ち着いたら、うん、今あの対面販売のシステムなので、うんうんうん、あのちょっとくつろげるスペースを設けて、うんうん、あのまあ、お客様にありがとうっていう気持ちを、うん伝えたいっていうのもあるし、うーん、まあ、ただ食べてるところを見たいっていう感想ね、リアルな感想見たい、食べてるところを、はい、知りたいですよね、はい、あとは、まあうんうん、お教室の再開と、うんうん、今通販も昨年から始めたの で、うんそうですよね、そっちの方も、まあ、そっちの、はい、方はもうあ、ね、他県から、うん、こんな県からを出してくださってるんだって割とこうわ、うん、かりやすく見えてくるので、うん、日本全国に行けたらいいなと思ってます、うん、すごい。そうでもっとお話聞きたかったんですけどね、はい、時間になってしまいつつ、はい、この原品スコーンです。もう私本当このファンで、もうアイスでもね食べれる、はい、凍らしても食べれるとか、はい、冷凍してねいただける召し上がりいただけますね。もう本当にで新商品チョコバナナパイスコーンはい、出たということなので、はい、ぜひお店、UFB のお店で、Facebook か、はい、ブログで検索してぜひあの足を運んでいただければと思います、はい、よろしくお願いします。はい、今日は、ね、ゲスト初めてということでちょっとあの緊張してしまったところもあるんですけど、いろいろお話できてよかったです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、今日のお相手は及川元乃でした。また来週の5時半にお会いしましょう。さよなら。さよなら。リスナーあ、全然ツイキャス拾えなかった。ありがとうございます。